ロータス109はチームロータスが1994年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーでクリスマーフィーが設計した。1994年の第5戦から最終戦まで実戦投入された。1958年以来 F1 に参戦してきたチームロータスにとって最後の F1 マシンとなった。 109は無限エンジン搭載のために新設計されたマシン。ジョニー・ハーバートのドライブで第5戦スペイン GP にて実戦デビューし、アレッサンドロザナルディは第7戦から使用した。1993年限りでメインスポンサーのカストロールが撤退し、代わりの大口スポンサーを見つけられないまま資金難に見舞われた。また、アイルトン・セナや ローランドラッツェンバーガーの自故死によるレギュレーション変更でまともにテストをすることができなかったことなどが重なり、実践投入が当初予定より遅れた。実践投入後も資金難から開発が進まず、入賞に届かない平凡な成績が続いた。イタリア GP では新型エンジンに MF351HD をハーバートのマシンに投入し、予選4位を獲得した。 これは1994年シーズンでの予選最上位となる。もともと MF351HD は翌1995年用のエンジンとして開発していたものを急遽前倒し投入した完全新設系エンジンで最高出力は765十五馬力にも達した。しかし決勝ではスタート直後ジョーダンのエディア・アーバインに後方から追突されスピンアウト。 この他にも混乱がありレースは再スタートとなったが新型 MF351HD を搭載したレースカーは使えなくなった従来型 MF351HC エンジンを搭載したスペアカーで再スタートせざるを得ず最終的にリタイアとなったチームの資金難は深刻度を増しエースドライバーであるハーバーとの契約を フラビオブリアトーレがオーナーとなったリジェニー売却した。以後エリック・ベルナール、ペドロ・ラミー、ミカサロ、フィリップ・アダムスなど短期間でのドライバー交代が立て続き、チーム状況を立て直せないままノーポイントでシーズンを終了した。1995年に向けて109をもとに112の開発も行われていたが、ロータスは資金難解消の目途が立てられず、F1 から撤退し、 112が日の目を見ることはなかった。ありがとうございます。